皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディで完成したこちらをご紹介させていただきたいと思います。フェラーリ812 GTS ノビテック N ラルゴでございます。ついに完成いたしました。というわけで今回はこちらを順番にご紹介させていただきたいと思います。まずこちらのノビテック N ラルゴ、なんとこのキット、もう一周曲がれているこのエアロのキット、世界限定18台でございます。非常に貴重なキットになります。それをなんと今回贅沢に全部組んでコンプリート感になっております。で、実はこのエアロキット非常に有名な方がデザインしております。ビットリオ・ストロセク。ストロゼックっていうと、あ、なんか聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。90年代に一世を風靡したドイツのチューナー、ストロゼックのオーナー、ビットリオ・ストロセクさんがデザインしたエアロになるみたいです。そのストロセクさん、ワーゲンとか、あとはホンダ、あとチューナー系でいうとルーフとかアップと、あとファブデザインなんかにも非常に深く関わっている方で、もともとフェラーリにも所属してたことがある有名なデザイナーがデザインしたエアロということです。なんで前面風洞にも入れて、エアロダイナミクスも非常に考慮されたデザインになるそうです。そして特徴的なバンパー周りだったりは、特にこの F1 からインスピレーションを受けてデザインされたバンパーになるそうです。でも下側は812のこの特徴的なダクトイメージ残しつつ、全く別のものに作り変えていると。で、これカーボンの目が出てますけれども、これも綾織のカーボンが中心に向かうようなデザインになっております。そして真ん中にはこのノビテックのロゴが、これステッカーじゃなくてちゃんとこの中に閉じ込めてあるタイプのこちらのロゴになっております。そしてこちらのボディ同色になってるこちらの部分もカーボン製の、もう全部カーボンのバンパーになってると。これはちょっといかつい。そしてこのバンパーからつながるこちらのフェンダー、ご覧ください。もう車の様子がおかしい。なんとですね、こちら車の全幅14センチワイドになっております。ということで片側7センチアップ、もう車の全幅でいうと2110ということで、驚異の2メートル超えの812が誕生いたしました。で、こちらも当然カーボン製のフェンダーに交換されてて、もう非常にアグレッシブなパワフルなデザインになっております。そしてこちらに収まるホイール、こちらがノビテックの NF10NL、 これ NL って多分 N ラルゴの略だと思います。こちらフロント 10J21 インチ、タイヤの方が 275/30/21、 こちらが組み合わせております。これ実はノビテックのホイールなんですけども、削ってるのはボッセということで、アメリカの単造ホイールメーカーボッセが作ってるホイールになります。もうフロント、フェラーリってキャリパーが大きいんで、あんまりこのコンケーブって言って逆反りしにくい車種ではあるんですけど、それがこんなにもうリア用かっていうぐらいコンケーブしてる。そしてスポークはこの外まで伸びるデザインなんで、まあ、実際21インチなんですけど、21インチよりかも大きく見えるようなデザインになっております。そしてこのフランジ部も割と厚めに取ってあるんで、まあ、より視覚的にも力強く、なおかつ大きく見えるようなデザインになってます。そしてこちら特徴的なこのセンターキャップは、実はこれ普通の5ホール5ケツのホイールなんですけれども、これを蓋をしてこのセンターキャップで閉じるようなセンターロック風のデザインになってるんで、まあ、非常にレーシーで、なおかつスタイリッシュ、ここはちっちゃく見えるんで、よりスポークが長く見えるようなデザインになってます。で、よく見るとこの辺も穴が開いたりとか、非常に軽量になっていると、こちらのホイールになっております。そして車高の方はノビテックのホイールオーバーキットで 35mm ダウン、もともとそんなに車高は高くないんですけど、まあ、よりスタイリッシュに見せるために 35mm ダウン施されております。そして当然デズラの方もバッチバチです。これがスペーサーなしで、もうコンプリートカーなんで実現していると。そしてこのボンネットのアクセントもプラスされて、ちょうどこのブレスラインがそのままつながるようなデザインになっております。そしてご覧ください、ここの特徴的なダクト、もうどういう風になってるのか説明できません。こんな感じで当然全部カーボン製ので、サイドスカートにもこうつながってると。そしてこことここがダクトになってると。で、これ横から引いてみていただくと分かりやすいんですけど、もう全てのラインが
リアのフェンダーだったりドアだったりに全部つながるデザイン、急に現れるデザインじゃなくてちゃんと全てがつながってるデザインなんで、ドアは全く触ってないんですけど、なんかもうドアごと交換したんじゃないかっていうぐらい一体感のあるデザインになってる。で、今回の車もともとカーボンパーツも多めなんで、この辺もしっかりカーボンになったりとかして相性も抜群でございます。で、伸びていくカーボンのクオリティも非常にいいんで、この歪まない非常に綺麗なカーボン目のパーツが特徴です。さあ、そして後ろに行くと、後ろはもうこれサイドスカートというべきか、ドアのロッカーパネルというべきか、この一体になってるデザイン、そしてここから立ち上がる形状、これ全部風洞に入れてエアロの設計してますんで、まあ、基本的にその空力も全部考えられてる、ダウンフォースもアップするようなデザインになってるそうです。で、これなんとですね、ドアについてくるということで、もうどうやってくっついてるのかちょっとよく分かりません。こんな感じで、そしてリアのフェンダーも同じく大幅にワイドになってて、もう一回り車が大きくなってると。そしてですね、これ途中経過ご覧になっている方だともうご存知の通りだと思うんですけど、純正のこのリアフェンダーとこのノビテックのフェンダーを一体化させてつけております。なんでこう本当にシームレスにつながるような、なんとなくこの辺がつながってる感じですね。で、一体感がよくこうかぶせるタイプとか取ってつけましたみたいなオーバーフェンダーも最近多いですけれども、ノビテックの場合はもう一体どこでつないだかわからないようなこんな形状になっております。そして後ろ側にはこのカーボンのアクセントが、まあ、ボンネットだったりミラーもそうですけど、こういったちょっとしたカーボンパーツで、まあ、全体的な印象にも貢献してるかなと。そしてリアはもっとすごいです。ご覧ください、なんと22インチ 12.5J でございます。そしてコーンケーブはもうどのぐらい、20センチぐらい入ってる感じですかね。斜め45度ぐらいでももうハブが見えないぐらい、これさすが7センチワイドになってるだけある、こんな逆反りのとんでもないホイールが今回装着されております。そして組み合わせるタイヤの方はフロントもそうですけど、ミシュランの PS4S と組み合わせております。最近あのピレリじゃなくてミシュランなんかも多いですけども、結構このタイヤのショルダーの形が違うんで、まあ車の全体的な印象もこの辺変わってくる部分なんで、まあ、参考にする方、まあ、参考にならないですね、参考にする方いると、まあ、タイヤでもだいぶ違うんじゃないかなと思います。そしてリアのバンパー、これもこのワイドになったフェンダーと全部つながるバンパーになっております。で、これ途中経過でもお伝えしますけれども、実はノビテックの製品、一般的な製品って割とこうフィッティングいいんですけども、さすがにこの世界限定18台のエアロだともうほぼほぼワンオフ、職人さんが一つずつ手作りしているようなエアロになるんで、フィッティングは正直あんまり良くない、正直どころじゃあんまり良くないところじゃないですね、だいぶ悪い、ちょっとこのフィッティングに関しては決してこう褒められるフィッティングじゃないんですけれども、モンドボディそのままつけません。細かく言うともうこの辺に関しては足りなかったところを作ったりだとか、この辺ですね、あとはですね、このトランクのこの辺も実は全部作り直してたりします。これそのままつけるのが正解なのか、調整しきれない、まあもともとフェラーリ自体が手作りの車なんで、こう調整の幅があったりするみたいなんですけども、そこで調整しきれない部分に関してはもうエアロ自体を違和感なく作り直してつなげてあります。で、これ僕らもこれどうつけるのが正解なのか気になって、いろいろ海外の動画とかも見たんですけど、結構細かく見ると海外の動画だと結構この辺が浮いちゃってたりだとか、フィッティングがよく見ると全然合ってなかったりだとか、まあ、その辺やっぱりエアロのフィッティング日本が世界一なんて言われてますんで、まあ、妥協なく全部この辺も作り直して、もう純正のバンパーみたいなそんな感じのフィッティングで作り上げてます。で、全体的なデザインとしてはもうこう囲うような、もう本当にもうどうやって形容すればいいのかよくわからないデザインになっております。すごくワイドになってるのがもう画像でもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、結構これ色が違うと見た目だいぶ違うみたいで、ノビテックだと多分赤いのと、あと白いボディのが有名だと思うんですけど、紫色だとこの辺が結構同化するんで、まあ、また印象が違って見えるのかな。で、デザイン的なもので言うと下側は全部このカーボン、
そして真ん中のディフューザー形状に関しては別体のパーツという感じで付けられております。そしてマフラーの方は110倍の4本出し、大人の事情でこの中に関しては詳しく解説しないんですけれども、ノビテックの動画見ていただければ、まあ、同じ音がするようになっています。そして当然このトランクに関してもこのフェンダーの形がまるで変わりますので、同じようにシームレスにつながるように全部作り直されている、こんな感じになっております。さあ、製作過程でもお伝えした気になるこの給油口どうなったのかお伝えしたいと思います。全体的にこのガッタガタだったもうほぼ手作りのこの給油口のところ、こんな感じで違和感なくつながるようになっております。そして開けます。えい、なんとこんな感じで、これ本来だったらもっと元気よく開く給油口のようなんですけれども、ちょっとこれを重くしてゆっくり開くように、でなおかつ開きすぎるとこのボディにタッチしちゃうんで、ここで止まるように作り直ししました。でここ隙間がマージン少し取ったって、まあ、勢いよく開いても大丈夫なようになってると。で給油に関してはできません。こうやっている感じですか？この車のやつで、これ全然参考になるかどうかわからないですけど、フェラーリ純正の給油するやつ、あの応急用のやつですよね。そうそう、これを使ってもらった方がいいんじゃないかという、はい、全然ためにならないお話です。こんな感じの給油口になってます。さあ、というわけで今回は完成したこちらのノビテック N ラルゴフェラーリ82 GTS をご紹介させていただきました。もうとんでもない車が出来上がっちゃいました。でこちらの車おそらくなんですけれども、今後年末に向けていろんなイベントでもしかしたら見かけるかもしれませんので、その際はぜひチェックしてみてください。でノビテックの製品基本的にボンドグループ全店で取り扱いしてますんで、まあ、エアロ、タイヤホイール、いろんなものあります。ぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。